これ決まっただろ。あ、これは決まったな。これは決まったな。これ派手に決まった。え、誰？まあ。ただまあ、釣らずにこう待っといて、ヒルを見つけるっつうのもありじゃないか。もうやってないからね。間違って釣るよりは。ここまで取れ高を気にするのか。死ね。いいな。あほらな。やったな。やったな、今。お前らやったろ。いやいやいや。どっちは言え。富岡わかるよな。いや、俺はわかるぞ。どっちがやったんだ、言え。でも、なんだ。腹減ってるか。腹だと？冷戦で疲れてるだろ。ああ、疲れたよ。腹減ってるよ。こんなもので俺を釣ろうっていうのか。ただ、仲間として腹が減っていては集中力が切れる。ということは、お前は俺のことを狂うと思ってるってことだな。じゃあ、天元釣ろう。おい、待て、おい。じゃあ、天元だな。富岡が白く見る。待て、パ富岡富岡白いだな、お前。天元、お前か。富岡で。なんで殺してしまったんだ、イグロ。そんなに嫌いだったか。そうだな。あいつ今日なんか、若干地味だったからよ。おう。ついついやっちまったんだ。ついついで人を殺すのが貴様はまあ、ついついで殺すからこそ、このアモンガスっつうのは面白いんだろ？富岡さん、こんな奴が世の中にいていいんですか？僕たち、警察は、殺人を未然に防げないんですよ。すべては事件が起きた後なんですよ。こんなんでいいんですか？ルイナーに警部補。はい。どうするんだ？どうするんだ？どうしたんですか？どうするんだ？何言ってんすか？富岡刑事、何言ってんすか？完全に、天元。これもう自白してるじゃないですか、刑事。ここはもう天元しかないでしょ。疑う余地なしですよ。それともこいつを野放しにするんですか？これを野放しにしていいんですか？輪っかだ、輪っか。現行犯だ。お前が逮捕だ。嘘だろ、おいバカ天元、お縄だ、お縄につけ天元おかしいだろ。それだろ。こういう世の中だからちょろいぜ。おい、富岡行ったじゃねえか。こういうドラマ調に持っていかれると人間はな、あ、取れ高だからルイの兄に合わせなきゃいけないんだっていう思考になるんだ。これがルイの兄マジックだ。おい、ふざけんなよ、ペテンシやっぱりお前じゃねえか。天元お前やったな今。いや、ルイの兄。天元お前やったなお前。ルイの兄だろ。俺今ウズイと重なっていたな。なんでやったんだルイの兄。いやいやいや、お前まだ嘘つくの？ダメだよ天元。正直に言わないと。俺が嘘ついてるわけねえだろ。あったさ、よくないよ天元。だって仕方ないだろ。何が仕方ないんだよ。一体何が仕方ないんだよ。あいつ鬼だぞ。鬼？無惨様のこと言ってんのか。おう、鬼仏寺は鬼のトップだぞ。おい。鬼だって生きてんだよ。鬼が生きてるな。生きてる奴を殺す奴をわざわざ生かす理由があるのか。動物はね、食物連鎖によってね、生きてるんですよ。わかりますか？だったら俺が鬼仏寺を殺すことにも賛成するべきだろう。あ、ほんまや。そう言われたらそうやな。だろ？確かにな。いや、違って、これまた、お前らさっきと同じ流れ。だけどね、この世の中ね、殺していいってことはないんですよ。わかりますか？すべての命は皆平等だ。そうですよ、うずいさん。ね。じゃあお前、鬼殺してるじゃねえか、今なら、まだ、心を改めることができます。さあ、神に懺悔しましょう。言いながら俺、こいつのこと釣ろうとしてねえか。イグロさん。なんだ。迷いを生じてはいけません。もう彼は自白してるんです。今、罪を認めようとしてるあなたが、迷わしてはいけない。やはり。そうだな。素晴らしい方向へ、天元さんを、連れて行くのが私たちの、仕事ではありませんか。俺たちの務めだ。そういうことです、天元さん。待て。罪は、償うことができるんですよ。罪を償ってください。さあ、私が、鬼仏寺無惨をやりましたと言ってください。さあ、天元さん、大丈夫です。俺が。はい。俺が鬼仏寺無惨を。はい。派手に殺してやった。素晴らしい。ここからあなたの新しい人生が始まります。それだけに負けしまった。素晴らしい。お前何やってんだ。天元、また君は取れ高を意識してしまいましたね。しょうもない茶番見せやがって。2回目だろそれ。全く同じ流れじゃん。また天元さん素晴らしかったですよ。そうやってね、人は救われていくわけです。天元さん、詐欺師が。何が詐欺師だよ。まだまだあんた。ちなみにまだ分かっていない視聴者たちのために言うと、雲に入れたのは俺だけだ。声を枯らして燃える花のように闇に回って
これアドミンで死んでた。アドミン。今回左側だけずっと動いてたんだが、最初にアドミンで右側には一切行ってないから、左側を中心に動いてたけど、ペンギンは見なかった。左側。一回すれ違ったぐらいで、そんな頻繁には見てねえな。なるほど。ただ右滞在が多かったんじゃないのか。右滞在。そうだ。いや、俺は結構セキュリティにとする。最後の方は右滞在には多分ほとんどいなかったと思うよ。ルイの兄が最後にビグロさん見たのって何秒ぐらい前？エレクトリカルで見かけて、ね、ぐるっと回る時間はあったのよ。お前スパイだろ。スパイじゃねえよ。スパイじゃねえよ。見せてたのか。死体があるかないか。スパイだな。お前スパイ。スパイじゃねえよ。うずいをかばうな、お前は。かばってねえよ、何も。じゃあまずは最終位置だな。ナビゲーション。カフェテリア。アドミン。あ、俺カフェテリア方面に抜けたな。俺がストレージ最後。天元アドミン来た時どのルートから来たの？アッパーエンジン通って下に降りてきた。アッパーエンジン通って？そうそうそう。アッパーエンジンから回ってきたんだよ。うん。ないな。まあな。ちょっと怪しく思ってしまうなそれは。あ、死んでないね。一人連れてるだろう。うずいだろう。うずいだな。無一郎は多分白だと思うんだよな。で、忍も白だと思う。ルイの兄、お前がやっぱスパイだろ。俺はスパイじゃない。いや、絶対スパイだな。うずいはあれだけかばってて、一個前の会議で、いきなり。かばってないもん、そもそも。いや、かばったな。富岡さん目線だ。ルイの兄が何？スパイってこと？俺はこいつをスパイだと見てる。富岡警察の、じゃあ目を信じて、一回釣って終わったらよしでいいんじゃない？これで負けたら面白いけど。知らねえからな。絶対スパイだろ。覚えとけよ。うわっ、サネミ決まったな。これはこれは決まったよ。誰か死んでる。シナスカワさんが死んでる。チラチラしい。シノブ、シナスカワさん、シノブさん、僕たちの勝ちだよ。どうして？僕がスパイだから。マジか。ルイの兄じゃないですか？そうだよ、僕の勝ちだ。ルイの兄じゃないんですか？うわー、やられたわ。さようなら。うわー、ルイの兄マジ申し訳ない。これは気持ちいい。うわぁ、そうかぁ、これがドキト。うわ、今のはマジでゾッとしたわ。怖っ。やばかったな。いや、マジか。ゾッとした今の。いや、しかし、まさか親方様が最初にやられるとは。やられるとは。まあ、君に殺されたんだけどね。しらじらしい野郎だな。いや、どうだったかな、覚えてねえな。今の私もずいぶん前のことで覚えてないよ。なんだ？こう頭に乗せてるの誰ですかって聞いたら、キリアさんって言って、他の人たちはね、もう置いてきてるらしいんだよね。差別だよ、方その。危険な場所だから。あら、やっぱり、あれか、次期当主だからか。キリアには現場の過酷さをね、学んでほしくて。現場出ることねえだろ。だから、富岡さん。毎回入ってんだ。富岡さん、やられてますね。ま、これ自分で入れてるんだけどな。ごめんかい！ちょっと欲しがりね。ああ、悪いルイの兄。ミグロ。私が発見したんだが、エレキトリック電気。大丈夫かお前。本当にこれインポスター、私わかったぞ。え、誰だい？わか。お前機械になったんか。ロボ島さんかな。ロボ島。ロボ島同盟。どうしたの？なるほど。見えるんですか、カメラ。カメラ見えないから感じてるんだ。感じてるんじゃないんだよ、私たちは。何？なんだまだ死んでねえな。これ、甘露寺だな、多分。なるほど。正直に言ってごらん。いや、でもそんなことないと思うんですよ。なぜ曖昧なんだ。絶対甘露寺だな。その可能性あるんだ。あ、死んでる。あ、二人も信じる。ダブルキルだな、これ。ミツリやったのか。あれ？やった、やってみた、やってみた。試した。これは試しに。あれ。あれって何回言うんや。どんだけあれって言うんだ。頑張る。ちなみにリアカターで見つけました。親方で見つけたの？そう。どこで見つけた？親方。リアカターです。リアクターか。甘露寺、たまにすれ違うときに、タスクのとこで立ち止まってねえんだよ、どこでも。あ、そうか。やっぱり、タスクでも終わったんだもん。終わったんだもんね。あ、そうか、終わったのか。終わったんだもんね。終わったんだらしい。じゃあ、甘露寺、おそらくタスク勝ちしちゃうから、俺殺していいからね。どういうことですか？
不思議な展開だな。丸見え？丸見えなの、みつりちゃん。丸見えなの、みつりちゃん。え、いやいや、取れ高作ろうと思って。取れ高、取れ高。こっちおいでよ。僕何も見てないから。不思議。うん。よし、まあ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 、まさか、まさかとは思うけどね。まあまあ、まあそんなことないですよね。まさかとは思うから。だって私、タスクやったし。やったもんね。やったもんね。まさか違うよね。うん、ました。うん。いや、まさかそんなわけないですよ。そんなわけないですよ。直しました。まだ大丈夫。ですよね。天元通り。あれあれ富岡っていうの、うん、これ富岡じゃねえか。義勇やったのかい。セルフ本当にやってないって。お願いだって。でも俺ちょっといいか、一つ気になったのが。どうしたのかな。停電中に修復しに行ったんだ、うん、じゃあ先に親方様と渦井がごちゃごちゃやっていたんだけど。ごちゃごちゃとか言わないで。ごちゃごちゃ、その時にだな、俺天元の声が聞こえたんだけど、うん、うん、誰キルしようかな的なこと言ってなかったか。え、言ってねえだろ。そんなこと言ってたの。申し訳ないが、渦井と親方様が怪しく思えた。ちょっと待ってくれ。この3人なら平気だなって言ってるんだ。それがとても怖く聞こえた。だから大至急離れたんだ俺は。そっか。親方様どうしましょう。そうだな、忍の意見が聞きたいかな。胡蝶、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 生きてますよ。うん、君の意見を聞かせてくれるかな。私、なんかみんなが怪しいところを一度もお見かけすることがなくて。うん、じゃあ忍が嫌いな人は誰かな。あ、富岡さんですかね。よし、じゃあみんな義勇を釣ろう。わかりました、親方さん。親方様の言うことなら仕方ない。この動画で俺富岡降りるわ。自分で自演してたのに。私がうまいや。はい、多分画面に赤色で。親方様。ホンダサイコキラーがいたぞ今。どうしよう。どうしよう。どうしよう。僕は親方さんに任せますよ。ちょっと私は無一郎の意見が聞きたいな。みんないた状態で誰かがね切ってました、ね。そうだね。いやもうだからもう私は全員怪しく見えてるよ。無一郎は分かってるのかい。弁当入ったの 見えたので。そのえ誰だいそれは。それはちょっと口が裂けても言えません。どうしてむしろ君は我々の味方じゃないのかい。僕は今回は女性の味方です。教授を聞いたか今の。聞きました。つまり忍か蜜璃が怪しいってか。そうなんだね。じゃあ心より尊敬する親方様であるが、無一郎と同じです。つまり裏切ったぞ。こいつ裏切った。やらないといけないってこと。そういうことになりますね。お親方様、二者択一です。頑張ってください。じゃあまあ蜜璃が最初から怪しかったし、じゃあ蜜璃でいいんじゃないかな。わかりました、親方様の言う通りに。私これ何でも肯定してくれるけど、みんな死ねって言ったら死んでくれるの。じゃあ理解できないお考えだ。いや、よかった。おお、うわ、早っ、ね、あれか。はい、キルクルタイムをね、ゼロにしてやろうと思ってね。はい、スキップでいいっすよ、ここはもう。本当にスキップでいいのかな。なんですって。本当にいいんです。せっかくこんなに多くの子供たちが、まあ一部子供じゃないけど、いるんだから。子供です。親方チルドレンです。パピー、俺のお父さんにならないか。今日もいい天気ですね。パパ活してんじゃねえんだからさ。すいません、素晴らしい提案です。ジャッカルください。提案じゃなくて物乞いじゃないか。素晴らしい。ナイスな親方様だよ。ナイスゲスターですか。いえ、クルーです。クルーだ。今回はクルー、またカモフラージュだ。おばな、ちょっと待って、僕死んだ。ちょっと待って、はい。サビトとカメラ見てて、忍が炭治郎殺したのは現行犯でもバッチリサビトと見たんです。危な俺。キッチンの扉で親方様が死んでたんだ。確実に師範がインポスターってことですか。違う、それはそうだな。ゲッサーの人インポスターやっちゃっていいんじゃない。逆に興味があるので、じゃあインポスターにしちゃいますね。うん、おまさか花尾さんゲッサーですか。うわー、おー、いいじゃないか。師範殺した。
すごい、シオンやるじゃん。柱昇級だな、これは。何じゃないだろうな。ああ、ああ、あれ？え、え、え？おー、やっぱり、鱗滝さんは。どうする？なんでなんか、ルイナにそんな余裕なんだ、なんか。だって俺、白だもんな。いや、だとしたら、クルー陣営で頑張ろうとしないのか、なんか。いや、無一郎の意見聞こうと思って。そっちが一番手っ取り早いだろう。結局でも猪之助くんかイグロさんになるんじゃないか、うん、そうなるからどっちだって話じゃん。どうする、どうすんのこれ。これじゃあそしたら猪之助と行動する。あ、いいな。うん、それだ。バカか。あー、これはじゃあこうなってくるとイグロも釣らなきゃいけなくなる話ですか。これ、これは非常に難しいですね。お、あや、あ甘かったな。やっぱり鱗滝さん来るかと思ってた。イグロ結構やっぱりそうか。一体何時間前の話をしてるのかな。親方様もなんかナイスな親方様ですしか取れなかった。俺は花をストーキングする。大丈夫か、その発言は。ストーキングするぞ。何一つ言わせてください。どうしたのかな。一個だけだよ。ストーカー。今親方様に言った。親方様、親方か。私がストーカー。いや、そんな幼い子供を。未成年をいい年して。まあ仮にそうだとしても見守ってるだけだから。第7位ストーカー。なんだこの説得力。うん、通学路に言うあのおじいちゃんってことね。ちょっと違う。いやー、怪しいな。3、2、1、ファイヤー。何？バカじゃねえ。もう騒いでよ。キルクルタイム考えろよ。30秒あるんだぞ、お前。確かに、確かに。めっちゃついてくるじゃん。え、嘘、本当に。3、2、1。ほら、くらいんだ。絶対殺す気じゃねえ、この人。嘘、絶対殺される。殺してよ、早く。やめてよ。もう、なんだ。古いかな。ごめんね、カナオは何で押したのかな。あやした。誰だ。姫島で会った人。見てないな。途中でな。見てないな。見てない。途中で見たんだよな、一回。どこで見た。どこだっけな、ちょっと。途中でって言ってるらへんで、あ、これ絶対覚えてねえだろうなって思って、俺は聞かなかった。そう。なんでわしに入れた。派手に活躍しろよ、天元。そうしたいのは山々なんだが、あいにくとクルーなもんでな。かっこいい死に方の方がいい？できれば派手なしぶきを上げてな。じゃあ行くよ。3、2、1。お願いします。わ、怖いな。もうやらねえぞ、めえ、怖い。もう一回欲しい？ちゃんと欲しいの、ちゃんと。どうした？行くよ。3、2、1。怖い、怖い、あいつ怖い。怖い、怖い、怖い、怖い。やってくれねえぞ、めえか、おい。いやいやいや、やろうと思ったんだけど。え？え？強いね。うわ、うわ、本当に。嘘でしょ。あれ？本当に死んだわ。キュイナに？いや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 。違う違う違う。何やってんの？グリサゴ今。いや本当に。あ、でもルイナに。なんかそれお前の3、2、1を気に入ったのか、右の方に行ったらウロコだけも同じ真似してた。すごい人の真似。3、2、1。でも俺ルイの兄以外は反応しないですからね。だから反応してもらえなかったとか言って衝撃。してやれよ。そのだってカメラじゃないじゃないですか、この人。かわいそうだろ。かわいそうだろ。疲れるもんね。今の発言嫌いだわ。おい、お前衝撃に耐えてんのか。今も耐え続けている。3、2、1。破壊処置。あれ、ちょっと本当に殺してほしいの。それかジャッカルになりたい、どっち。え、なりたい、なりたい。じゃあ俺カウントダウンで決めるね。素晴らしい。3、2、1。空式。あ、何なの、生きてるのよ俺ずっと。え、え、どこ、ここか。あ、なかったことにしよう。うん。全員さん、なんだ。おお、びっくりした。ん？え？ちなみに、杏寿郎さんの、うん。絵は、
やりました。なんだよ、やりました。君がやったのか。やりましたやりましたって言ったか今。お前も俺にやったのか。デッキやりました。デッキね、ありがとう。デッキか。成田さんが出てきました。これはいないんだが、というか最後まで義勇と一緒にいたんだよな。いや、いなかった。そうなのか、富岡。アーカイブでサビトと会ったな。あれ、サビト、今カナオがやっていた。これああ、カナオがやっているのを見た。親方だ。なんで、なんだ、通信状況が悪いぞ。カナオ大丈夫か。大丈夫。親方様、説明してあげてください。カナオがなんか懐かしいネタかと思ったけど、ラッスンゴレラ説明してね。カナオがサビトを殺してるの私は見た。まあ、ちょっとカナオがあるまた、モーロックに操られたんじゃないのか。違う。さんは、なんだ全然わかんない。解読しづらい。打つやつ、モールス信号かな。解読が難しい。あ、わかったわかった。サビトは、あれだ、シェリフだ。シェリフって俺聞いてるから、サビト。あー、なぜやつってことだろう。ちなみに霊媒師みたいなのはいないのか。ミリディアムは死んじゃってる。ちなみに甘露寺は白角だぞ。エンジニアです。エンジニアね。じゃあ、はい、多分ゲス。やばい、イビルゲスさんいるわ。いるな。やばいよ、これはやばいよ。おいおいおい、怖い。素晴らしい。俺はインポスターを絶対に許さない。俺はスニッチではない。俺は。スニッチ。俺は。怪しい気がするわ。いやいやいや。わお。わお。私目線。親方様が怪しい。私かい？親方様が怪しい。あれでもさっきのタスクを直してたのは親方様だよね。まあ、そうだね。いや、ちょ、もうわかんない。スキップした。わかんねえ。ロコダキさんが怪しいです。さっき親方様って言わなかったっけ？それでも怪しいんだよ。もうこいつになる。もうサコンジサイドキックじゃねえかな、これ。俺サイドキックか。で、親方様ジャッカルだろ。私ジャッカルじゃないよ。うわ、いや、二人やっぱいるわ。カナオに入れたの誰だ。カナオに入れたの誰。親方様、私違うよ。え、イグロだ。向こう行っちゃう。押せる、緊急。もうボタン押せる。押すね。押して。あー、やったー。ジャッカルが鱗滝だったか。行け行け、親方だ。いや、これ親方様やっちまえ、やっちまえ。そうか、親方様がウォーロック。親方様。ちょっと待って、イクラさんがやりました。いや違 う、これはカナオがやってた。何、わかんないこと言わないで。いや、俺ウロコダキさんが白だって知ってたんですよ、俺。なぜ。あの人本当のスニッチだから。そっか、カナオが怪しいです。パスたはずなんです。重要なところで、よくわかんないけど、でもね、わかんないが、よくわかんないけど、カナオゴジイグロに入れただろう。いや、勝ち目ないんだよね、クルー。ですが、さっきから、まあもう勝ち目ないけど、カナオの推理が全て話してる。みんなと近づかないようにということを心がけておりますじゃあ、おばな、みんな信じよう。頼みます。イグロさんって、あれですよね。よし、さようなら、おばない。わかんなかった、全然。いや、むずいわ。最後、ごめんね、エンジニアで撃っちゃって。やばい、なんで撃った。めちゃめちゃ正直だから、絶対エンジニアなんだろうなと思って。お前、疑り深かったな。それ、なんで撃ったんですか。主役をやりますかね。カナオ、ちょっと待って。嘘は絶対つかないだろうなと。カナオ。カナオ、じゃあちょっと3-2-1言ってあげるからさ、ね、ちゃんね、3-2-1言ってあげる。いらないです。いくよ。じゃあね、カナオ、はい、3-2-1 3-2-1 はい、3-2-1もうカナオ、3-2-1そうかで、おい、おい、これはもう軽犯罪だね。いや、よ、面白かったな。タイトル決まったわ。何なんだろう。3、2、1
と言われたらどういう反応するか検証動画ですよ。何それ。でも私が前日に行った時はすごい喜んでたよ彼。え、ちょっと再現してもらっていいですか。親方様、うん、俺水死なんですよ。なんで、うん、あと一個でタスク終わったらバレちゃうので、何かあったらお願いします。うん、わかった。三。え、本当に一。まっ、シャーって殺しました。お前余韻よってインポサイつけたのかお前。無惨様。調子はどうだ。ずいぶん人間を食ったようだな。以前よりもさらに力が増している。増している。良いことだ。良いことだ。しかし油断をするな、暗い。油断するな、暗い。うまくことが進んでいる時ほど足は救われやすい。救われやすい。鬼滅隊でも手だれのもの、柱などは、ついたな。すぐにこちら側にだと間髪する。すぐついたな。しかしこちらからは、柱ほどの実力のあるもの以外、人間など見ただけでは、ことも違いがわからない。わからない。血の種類や病気。うん、いいんじゃないか、もう。ごめん、なんか。もういいんじゃないか。ごめんなさい。難しいわね。何も難しくないんだろ。あれ、まだやるのか。やりたくないですか。まあ、一番、山場のシーンはやる。あ、無惨様きちい。無惨様私はお前に期待しているんだ。はい、無惨様ありがとうございます。お前は誰より美しい。ああ、無惨様。そして強い。はい。柱を7人葬った。はい。これからもっともっと強くなる。ありがとうございます、無惨様。なんであいつ素通りしたの？ああ、バレた！さっき見なかった？いました。上にいました。上にいた？俺もエンジニアだからさ、こっからペッて。お前！そんな、あえ？誰かわかりますこと。師範です。ん？ん？師範。いや、冗談です。あ、なんだよ。今回の主役の姫が、あ、私？なんか契約を交わしてて、暗い時にやられてます。なんだって？私はずっと黄色い子と一緒にいたわね。こちら側さんには一緒にいましたよ、お父さんと。静かね、クモ。私はキッチンにいましたよ。でも最後弁当から出てきましたね、死亡位置の近くの。そうだよ。なんか違うな、口調が。一回私に従ってもらっていいかしら。私もエンジニアです。え、ダキに従うの？従いますか。クモをやりましょう。え、なんでなんで、おかしくない？教授さんは何か言うことが。鬼に容易に従うのはいかがなものか。その通りだ、教授論。いや、なんかそう言われるのもなんかすごい嫌だ。やらない後悔よりやって後悔したい。そんなことはないよ。そんなことはないんだ。おい、ゼイツ、くたばれ。え、な、お前だけはくたばれ。くたばっとけ、この野郎。口悪い。うるせえ。あ、無惨様だ。地獄を見せられるんだ。本当に。あんなひでえのやらされて、お前。何見せられてんの。一番驚いたのは、カナホがルイナーニの声を、ダキと勘違いしてる。どうも、ね、素通りだったのが信じられない。違う、この人は。どうした？私、みんなのバイタル見れる役職なのよね。でも、死体が消えちゃうぞ、これじゃ。うん。あら、やらかしてしまったようね。純粋なミスだ。もう一度だけ信じてくれないかしら。お願い。まあ、どうしようかな。いやいや、だって、ねえ。ゼイツくん。鬼殺隊やめろ。でも私、どうしよう。あ、耐えます。なぜ始末してこなかった。わざわざ近くにいたお前を向かわせたというのに。あかず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 。お前には失望した。まさか柱でもない剣士から一撃を受けるとは。上限の3も落ちたものだな。ねえ。
なに人が集まって早く押してくれさあ、あ、すいませんさあ、ショータイムですね。私のパッションを感じてちょうだい。お願い、私じゃないの、お願い。無惨様を殺すわけないじゃない。いや、今日は俺冷静にやるっていう決まりだからさ。心を燃やさない教授論だな。弱火だね。わかんない、わかんない。どうすんの、どうすんの、校長さん。ちょうだい。お願い。あ、もうダメ。ダキの色気に負けちゃった。いいの、いいの、それで。お願い。こんなに色っぽく言われる。わかった。入れたやめろ。入れた理由が色気ってなんだよ。ああ、これは職務怠慢ですね。煉獄さん、会議の時あんだけ静かだったのにね、俺ついてって見てたらさ、デゲデン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 デゲデンフォーとか言ってキルシュだから。ノリノリだったの。ノリノリじゃないですか。めちゃめちゃノリノリでカナオキルシュだからね。扉開けるの苦手でよ、開けてもらって殺した。最悪だ。ひでえ。じゃちょっと赤座さん、嫉妬に耐えてもらっていいですか。今度は嫉妬に。また耐えるんですか。嫉妬に耐えてもらっていいですか。さっき衝撃に耐えてもらってたから。ダキ、無惨様、私はお前に期待しているんだ。お前は誰より美しい、そして強い。柱を七人葬った。これからももっともっと強くなる。残酷になる特別な鬼だ。手厚く触るんじゃないよ。のぼせ腐りやがって、このガキが。しつけがいるようだね。お前は。どんなしつけがされたいんだよ、お前。どんなしつけ、うん、ダキ様の足を永遠に永遠に舐めながら。黙れ、このクソ野郎。気色悪い。いや、求めてたでしょ、そういうの。よくそんなことやめろ。